礼します。お呼びでしょうか。うん、まあかけたまえ。はい。そういえばこのソファーに座ったことって今までなかったな。待たせたな。さて、本題に入るか。何ですかこれは。内容の通りだ。警察庁の広報室からの依頼で君を報道対応の特務係長として招聘したいと。つまりそういうことだ。待ってください。自分はこの書き写し書に来てまだ2ヶ月です。このような急すぎる人事異動は非常識ではありませんか。研修出向の期間に最長期限はあっても最短はない。出向先の責任長が研修目標を達成したと判断すればその時点で終了だ。この短期間でこれだけの成果を上げるとは私も予想していなかった。君はこの功績を十分に誇ってもいいのだよ。お世辞はやめてください。そもそも報道対応といったものは刑事の自分ではなく警察官僚の方々が職務に当たるのが通例ではありませんか。自分とは畑違いです。デスクワーク専門の練習では捜査線上で開示してもいい情報の取捨選択が判断できないということだろう。まして酷かもしれんが、君はかつて被害者側に立ったことがあり、風評による二次被害を予防するには何が必要か、彼らの立場で考えることができると思う。君はその二つの条件を満たしている最適な人材だというのが上層部の判断だ。それは、ですが私は。君の意思はこの際考慮には含まれない。重ねて言うがこれは命令だ。君も公僕の人間ならば上からの命令には従いたまえ。
けど。お願いします、お願いします、所長。もう少しだけ、あと3ヶ月、いえ1ヶ月でも結構です。私に時間をいただけませんか。このままじゃ終われない、終わりたくない。まだ私にはやりたいこと、やらなきゃいけないことがあるんです。例の大巻の事件のことは藤田君から聞いている。だから君の気持ちは分かっているつもりだ。だったらせめて。ではその1ヶ月で何かがつかめるのかね。その根拠は、その自信は。うぬぼれたことを言うな、南井君。君一人であがいて立ち回ったとしても、結局何も得られないどころか、無理を重ねることで君自身が壊れることもあり得る。君はそれで一生懸命やったと自己満足できるかもしれんがね、結果が出なければやらないのと同じだ。自分に言い訳をするだけの行為だよ、それは。そんなのやってみなければわからない。やってみたこともやってみようともしなかったあなたにそんなこと言わせない、言われたくない。あなたに何がわかる、何がわかるのよ。希望も未来もあった子が、幸せになる資格があった子が、思いを遂げられないまま死んだ、殺された。なのに刑事のくせに私には何もできなかった。そしてこれからはもっとできなくなる。だから私はそれを自己満足だと言うのだよ、智恵君。犯罪者を捕まえても失われたものは何も戻ってこない。そして被害者やその家族もまた、10日のものでなければその喪失感を埋めることはできない。10日とはすなわち被害者の命だ。ならば君の今やろうとしていることは、誰にとっても何の価値も生み出さない無意味なものだ。違うかね。しかし正義はあります。ならば警察が動いて犯人を捕らえる意義も理由もあるはずです。それを教えてくれたのは山沖さん、あなたでしょ。確かに以前私はそう言った。しかしそれは君の正義で、警察全体の正義ではない。そして警察の正義は、君のそれとは相反する判断を下した。受け止めたまえ。
頭を冷やすんだ、トモエ君。君のその考え方はいかにも感情的で短絡的だ。英雄願望は結構だが、自分の思いを通すことが正義だというのなら、正義は人の数だけ存在することになる。君は我々警察がなすべきことをもっとよく考えるべきだ。どうして？どうしてこの要請を断ってくださらなかったんですか？あなたなら、私を推薦組に選んでくださったあなたなら、広報室からの打診があっても断れたはずじゃないですか。なのになんで？あなたは去年、警備局の公安課長の椅子を蹴って、この垣内に来られたと聞きました。そして、10年以上も経って、父が最後にメモに書き残したこの地に来たということは、何かを掴んだ。そう私は考えていました。ともえ君。だから、私をこの垣内に呼んでくれたこと、嬉しかった。きっとあなたが。父の残した謎を解き明かすチャンスをくれたんだって。まどかのこと、推薦組のことは引っかかっていたけど、それよりもこの機会を作ってくれたことは本気で感謝していました。なのに、なんで私をこの垣内から遠ざけようとするんです？一体私は何のためにここに来たんですか？確かに。要請の段階で断ることもできたな。だが、私はしなかった。なぜですか？広報室長の前のはキャリア組のホープで、将来の幹部候補だ。おそらく警察庁長官官房の実力者として、今後ラスワンを振るう立場となるだろう。そんな男に名前と実力を覚えられるのは、君のキャリア向上のためになるはずだ。私のため？何がよ？何が私のためなのよ！そんなこと、誰も頼んでない！父さんの仇を取る以上のことが他にあるって言うのか！出世すれば私が喜ぶと？何が正義だ！笑わせるな！あんたは偽善者だ！父さんの事件のことで行き詰まったから、そんなおためごかしでごまかそうとしている。別に私は偉くなりたくて警察に入ったわけじゃない。推薦組に選ばれたわけじゃない。
それこそあんたの自己満足じゃないか。偉そうなことをほざくな。青二歳は力も後ろ盾もない貴様が気安く正義を語れるほどこの世界は甘くはない。怒鳴ってすまなかったな。いえ、自分は泣いてなどいません。南井智恵警部、来月より警察庁広報室への異動を命じる。見ないと思え、警察庁広報室への移動辞令謹んで拝命いたします。うん、ならば下がっていい。失礼します。ような真似を俗物が。とりあえずこれは俺の胸だけのものとしておく。時期の打分として無視するのもありだが、放っておくと最悪ジョーちゃんたちが傷物になるかもしれん。一応手は打っておけ。あとこれは内々の話だが、どうやら警視庁公安の一部の連中があのお嬢ちゃんをマークしている。しかも今回の告発のことを嗅ぎつけて、彼女をおとりか何かで利用しようと考えているようだ。公安が
一体何の目的で。わからん。ただ彼女が探り回っていた事件と何か関係があるような気がする。あるいはお前が追っていた例のやつがな、警察庁の警備局、それに人事課のメンツとも連携して何やら妙な動きだ。あのお嬢ちゃんは一度現場から遠ざけておいた方がいいな。下手をすれば消されるぞ。あの子たちの幸せをお前は未来の墓前に誓ったんだろ。なあ雄介、俺はお前の仇を討てそうにない。だったらせめてあの子だけでもと思うのは間違っているか？あ、未来さん、ちょうどいいところに。ミナイさん、ごめんね藤田くん、最近花粉症がひどくって。もうあまり見ないでよ。ああ、すみません。そうですね、今年って花粉の飛散量がすごいらしいですから。ああ、もしお困りでしたら、いい漢方薬を知ってますんで、今度持ってきますよ。え、ありがとう。それで、何か用？まず、これを。郵書係がさっき、南井さん宛ての郵便だって持ってきました。私に、誰から？消印の日付から見て、亡くなる2日前以前のものかと思われます。中身は読んでおりません。そう。ありがとう。次に早見さんからの報告です。死亡した尾崎渚ですが、左腕に注射痕が発見されました。何の薬物を打たれたのかはまだ発見できていません。
そして現場には車か何かで運ばれて、その走行途中で車道へと放り出されたか、自ら飛び降りた様子とのことです。じゃあ走っている最中に転落したか、させられたってこと？ええ、両方の肘と前腕部、大腿部の数箇所に擦過傷があり、左足首は捻挫していました。そして被害者はどうやら車道に転落してからしばらく自力で移動していたようでして、転落した場所から数メートルにわたって血痕が発見されました。その後、発見現場で力尽きて倒れたのは脳震盪か、薬による昏睡か、それについては頭部が損壊しているため鑑識では判断が難しいとのことでした。街灯の暗い場所に遺体があったのは偶然の可能性が高いですね。今回の事件では県警本部と垣内署による合同捜査本部が設置されるとのことです。二課の野郎が例によって名乗り出ているそうですが、どうします、南井さん。任せましょう。また横取りだって騒がれても面倒だしね。見ないぞ。わざわざ報告ありがとう。とりあえずこの件については県警が主導で動いてくれるみたいだしね。私たちの出る幕じゃなさそうだから、結果を待ちましょう。それでいいんですか、南井さん。俺はこれから捜査一課に乗り込んで、俺たちのいつも用意させろってあなたから命令を受けるつもりでここにいるんですが。お疲れ様。今日はもう上がってもいいわよ。奥さんによろしくね。ちょっと待ってください。一人にさせて。お願い。刑事様、先日はいろいろと私のためにご尽力いただきまして本当にありがとうございました。あの後何度かお電話を差し上げたのですが、タイミングが悪く、その都度外出中とのことでしたので、お手紙をお送りすることにしました。実はご報告があります。先日レイナと電話にて話をすることができました。それも信じられないことに、私からかけたわけじゃありません。レイナからかかってきたんです。でも私にはあまりにも突然すぎて、それにレイナもなんだかぎこちない感じで、お互いに何から話していいのかわからず、結局あまり会話できなかったのが残念でしたが、それでも一度会ってお互いにゆっくり話をしようということになりました。なぜあんな事件を起こしてしまったのか、なぜ何も言わずに黙っていなくなってしまったのか、そして今お互いどんな思いを抱えて暮らしているのか、そのことを会った時に
思い切ってぶつけてみようと考えています。もちろんそのことで私もレイナも過去の傷をさらに深めてしまうかもしれない。そしてひょっとしたらやっぱり会わなければよかったと後悔するかもしれないという不安は今でもあります。でも私はやっぱりレイナと話をすることから始めたいんです。食材とか懺悔とかそんなものはもういらない。何もかも打ち明けて話してぶつけ合って、それでもレイナが私の友達でいてくれるかを私はあの子に尋ねたい。そして私も今度こそ本当の意味であの子の友達になれるかを確かめたい。だって私は今でもレイナのことが大好きだから。レイナのせいで悲しいことも味わったけど、彼女との楽しい思い出も間違いなくたくさんあるんです。その思いを私はあの子に伝えたい。そしてあの子が表に出せなかった悩みや苦しみを受け止めてあげたい。あの子が昔私にそうしてくれたように。会った時あの子は笑ってくれるかな。話す時の癖はまだ残っているかな。いろんな不安だらけだけど、でもそれと同じくらい期待もあります。だから私は信じてレイナと会ってきます。そして刑事さんにいい報告ができるよう頑張っていきたいと思っています。結果は後日お電話にてご報告します。もしお忙しくてまた連絡が行き違うようでしたら、自宅の電話番号を書いておきましたので、お手すきの時にでもお電話をいただけましたらとても嬉しいです。それではまた。今度お会いできた時には園芸部で一番綺麗なお花を持っていきますので、楽しみにしていてください。尾崎渚。